はい今回は 共産党と強いつながりがある2等夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか、えー。共産党と強いつながりがある2等夢野さん。ご自身の口からですね、直接動画という形で情報発信をする場所が欲しかったんでしょうか。えー、コラボのですね、公式 YouTube チャンネルが開設されていますと、えー、ただですね、この YouTube チャンネル、あれだけいたですね、えー、コラボの支援者の方々、全然興味を持っていないというですね <laughs>。興味を持っていない ところがですねもうこの youtube チャンネルに、えー、アップされた動画の、えー、低評価率驚異の85%というですね驚きの数値を叩き出していますので紹介していきたいと思います <laughs>、えー、そろそろですね、えー、支援者の方々も目を覚まされた方がいいんじゃないでしょうか残った支援者の方々そろそろ目を覚ますお時間ですよ、えー、まずですねこちら、えー、僕のですね、えー、ツイートから紹介をしていきますと 署名を集めたら3万人以上の署名が集まるのに、YouTube チャンネルを開設しても仲間すらチャンネル登録しないのはなぜアンバサ、チャンネル登録してる動画再生してるのも仲間じゃないでしょ低評価率驚異の 85%! ってう <laughs>、えー、画像の方もですね、ちょっと見ていきますと、えー、まずこちらですね。 あくまでですね、6月3日午前中の時点でのお話になりますけども、この時点でですね、チャンネル登録者数26人と、で、それからですね、高評価ですね、高評価27件のみたいですね、<laughs> えー、この時点でですね、こちらの動画1400回ぐらい再生されてるんですけども、1400回も再生されて27件しかですね、えー、いいねの評価がついていないというですね、これですね、チャンネル登録者数と、この高評価の数がですね、ほぼ一致してるんですよね。 すごい奇跡ですね。 え、なんかおかしいですよね。署名を集めたらですね、すぐに3万人も署名が集まってですよ。で、カンパを募ったらですね、私カンパしました今回だけではなく定期的にカンパしますこれからもカンパします頑張ってくださいとかつってですね、すごくツイッターが盛り上がっていたんですけども、YouTube という場になるとですね、YouTube チャンネル解説してもですね、これですからね <laughs> いや、せめて支援者ならチャンネル登録して動画再生しようよというですね。まあ、これですね、YouTube チチャャンンネネルルした時っってなななかかかやっぱチャンネル登録者数とか増えないので、まあ、普通の一般的な YouTube のチャンネルだったらこういうのってよくあることなんですけどもこれですねさすがにこれだけ支援者がいてですよ。カンパしてる人もたくさんいるのになんでそんな人たちが YouTube チャンネルを開設した時に登録すらしないのか、えー、高評価すら押さないのかっていうですねいや明らかにおかしいと思うんですよね もう、だってですね、これ、カンパしたらですね、その後の活動状況とかって気になるじゃないですか。カンパするぐらいの人だったら、チャンネル登録ぐらいすると思うんですよ。例えばですよ、ひまそらあかねさんにカンパをした方でですね、チャンネル登録をしていない人なんてほぼいないと思うんですよ。ひまな空白チャンネルの方ですね。チャンネル登録しないってありえないと思うんですよね。なんでコラボだけですね、こうやって毎回毎回ミラクルが起きるのかっていうですね。全然連帯してないし、支援してないじゃんっていうですね。 ももううう本当にひどいいいい支支援支援者者しししかかかなとが逃げたんでしょうかねはいえちなみにですね、6月3日夕方時点でもですね、チャンネル登録者数35人という, <laughs>、えー、いう数字になっていますと、私たちはコラボを支持します支援しますって言ってた人ですね、どこに行ったんでしょうか口だけだったということでしょうかもしくは誰か一人か複数アカウントを運営してたんでしょうか <laughs> <laughs> 誰か一人が複数のアカウントで、えー、同じことをつぶやきまくってただけだったのかなうん、おかしいですねそもそもですね、コラボと二刀夢野さんを支える会っていうのもありますよね。この支える会ですね、えっと、82名いるわけですよね。この82名が全員チャンネル登録すればですね、82は行くわけじゃないですか。 その半分もチャンネル登録してないんですね <laughs>。この支える会のメンバーどこ行ったんですか逃亡しましたもしかして。もう現実が明らかになり始めてですね。もう、どん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 現実がもう明らかになってですね。支えている場合じゃないぞーつってですね。気づいたんでしょうかね <laughs>。支える会すらチャンネル登録しないというですね <laughs>。 支えてないじゃんっていうことですよね。で、さらにですね、こちら、コラボのスタッフですね。えー、コラボのスタッフに関してはですね、2頭夢野さんがいて、 で、それから副理事の稲葉さんがいてですね、あとは理事の方が4名いて、幹事の方がいて、っていう風にですね。まあこれだけで7名いるわけですよね。まあ理事の方はメンバー入れ替わってるっぽいですけども、まあ人数の大幅な変更はないはずですよね。で、さらにですね、ここにですね、セブンナイツたちもいるわけですよね。まあでもセブンナイツとは言っても7人じゃなくって案件によってこうメンバーが入れ替わっているので、まあ10人以上はいたはずだと思うんですけども、まあ、10人前後はいると思うんですけども、こういった弁護士たちも含めてですね、 チャンネル登録すすするだけけでででもですねもねう20人ぐらいいくわけじゃないですかうんそういう人たちすらなんかチャンネル登録してない,てい、ね、興味がないっていうですね。セブンナイツすらチャンネル登録していないんじゃないかっていうふうに見えてしまうわけですけども、弁護士にすら興味を持たれていないというですね、そんな2等夢野さんコラボというお話になってますというところみたいですね。ほんと口だけのやつらですね。 ちなみにですね、こちらのコラボの YouTube チャンネルがですね、きちんと支援者に伝わってないんじゃないかっていうお話、可能性もあるわけですけども、きちんとですね、これコラボの公式アカウントがですね、この先ほどのコラボの YouTube チャンネルの動画をですね、紹介してるんですよね。で、このツイートに関しては60万件も表示されているわけですし、いいねももう2000件弱ぐらいついてるわけですよね。 ま、引用リツイートとかもリツイートとかもされてるわけですし、これだけ表示されてですね、チャンネル登録者数35人ってさすがにありえないと思うんですよね。だからよっぽどですね、あの、支援、支援します、支援します、カンパします、カンパしますって言ってですね、してないっていう、してなかったっていうことがこれでバレてしまいますよね。ま、コラボのこのアカウントだって1.7万人フォロワーいるわけですからね、なんでこの人たちがチャンネル登録しないのかっていうですね。 <laughs> いやー、さすがにそろそろ気づいたということでしょうかね。はい。ちょっとですね、二刀ゆみのさんがですね、こちら、面白いツイートをですね、リツイートをされていたので、こちらのツイートもですね、ちょっと紹介したいと思います。えー、通常のブラウザに戻ってちょっと紹介しますね。記者会見を見ようと、YouTube でコラボ、記者会見で検索したら、今週に限定、当該動画に行き着くまでに40近く別動画が出てきて、そのほとんどがアンチ、抽象動画だった。 この線をなんとか浄化できないものか、て <laughs> いや、汚染ってどっちが汚染だよって思いますけども、うん。いや、アンチ中傷じゃなくって、うん、指摘してるだけだと思いますけどね。うん、おかしな発言をしてるので、ちょっとおかしな行動とか発言してるので、それを正すために皆さん動画をアップしてるんじゃないかな、というふうに思う、思うわけですけども、まあ、ちょっとこれ面白すぎでしょ。<laughs> ちょっと僕の動画は入ってませんでしたけども、ちょっと一週間近くちょっとコラボの動画上げていなかったので、ちょっとこの中には入ってないですけども、うん。いや、さすがにちょっと面白 すすぎですね <laughs> あの先ほどのですねコラボの YouTube の動画ですね尺が1時間あるんですよ。 コラボの支援者の多くがですね、この動画を再生してですね、さらにその動画を1時間ですね、フルで見て、で、高評価ボタンも押してっていう風にやってたらですね、これ検索の上位に出てくるはずなんですよ。これ見事にですね、支援者すら見ない動画っていうことがですね、バレちゃってるわけですよね。まあ、高評価押してるかもしれないですけど、きちんとこれ再生してないんじゃないかっていう風にも見えてしまうわけですよね。きちんと1時間フルで再生してたら、あ YouTube 側でですね、皆さんこれ、興味持つ動画なんだなっていうふうに認識して、検索の上位にどん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 持ってくるはずなんですけども、そうなってないってことはですね、やっぱり支援者すら見てない動画っていうことなわけですよね。で、再生しても、えー、きちんと最後まで再生してない <laughs>。支援者にも興味を持たれない動画っていうのがですね、バレてしまってるわけですよね。うん。 まあこれですね、もしかしたらですね、先ほどのコラボの動画を見るとですね、動画を見終わった後にですね、関連動画として別の人がアップロードしているコラボの別の動画をお勧めしてくれたりするじゃないですか。それを見た支える会とか支援、支援者がですね、こう現実を突きつけられて、知らなかったぞこんな情報つってんだ。<laughs> 現実を突きつけられてですね、いや、支援している場合じゃないというのでですね、きちんと目覚めたのかもしれませんね。<laughs> <laughs> いなくなってしまったのでしょうかね。はい。いや、YouTube ってほんと便利ですよね。しっかりとですね、他の動画もおすすめしてくれますからね。あの、おすすめしてくれる動画、コラボにとって都合のいい情報、動画だけじゃないんですよね。きちんと平等に、えー、おすすめとして出してくれるわけなので、素晴らしいプラットフォームというところですよね。まあ逆に言うと、コラボにとってはちょっと不利な <laughs>。 都合の悪い情報がたくさん出てしまうので、あんまり YouTube に進出しない方がいいんじゃないかなーっていうふうにも思ってしまいますけどね。えー、見事な大爆死おめでとうございますと。<laughs> えー、YouTube にアップしてしまったことでですね、えー、支援者がどん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 現実を突きつけられるというですね、えー、見事な大爆死おめでとうございます。あーい。 えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。火星セネバーって <laughs> 見事にですね、低評価ばっかりついたのでですね、よし、俺も低評価押しに行くぞーって <laughs> そんな人が現れてるというところですね。この動画を作る前にですね、同じように、えー、低,低評価の数、低評価率ちょっと見てみたんですけども、85%以上ありましたね。<laughs> <laughs> どんどん低評価が増えるというところですね。まあ、ただですね、ちょっとこれ外部ツール使ってまして、正確には数字が出ていないので、もしかしたらですね、低評価もうちょっと前後してるかもしれないです。あの、ニトウユミノさんが、えー、YouTube のその、公式なデータを見ると、若干データ違うかもしれないですけども、ほぼもうこれに近い数字というふうになってるはずですね。はーい。 で、これですね、ちょっとフェミマツ速報さんにですね、今回の、えー、先ほどの僕の最初のツイートですね、えー、これご紹介していただいたようですので、こちらもですね、ちょっと別途、えー、ツイッターの方で宣伝しておきたいと思います。こちらご紹介ありがとうございましたというところですね。この場を借りて、えー、お礼申し上げますというところですね。はい。こちら、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 チャンネル登録者数、驚異の26人。しかも、バットがいいねの約6倍。<laughs> えー、でもあれひまそらさんの提訴するぞ会見の動画上げてたところに投下しときゃいいのに、なんでわざわざチャンネル作ったしっていうのでですね。そうですよね。コラボと二とユメノさん支える会だったかなもうチャンネルあるはずなのに、なぜかですね、そちらに上げないでコラボとして独自にチャンネル作ってるわけですよね。いや、みんなにこう、広めたいんであればチャンネル登録者数が多い既存のチャンネルにアップロードすればいいと思うんですけどね。うん。まあそちらのチャンネルを見るとですね、数千人はチャンネル登録してたんですよね。 ただですね、あのー、某 YouTuber にバスカフェを突っされた時の動画をですね、アップされていたので <laughs>、多分見た目がよろしくないからう、そちらにアップしなかったのかなーっていうのもちょっと思いましたかね。えー、こちらもうすでにいいねさせていただいておりますというところですね。はーい。 皆さんですね、今回、えー、二刀夢野さんとコラボですね、YouTube の公式チャンネルを開設したんですけども、見事にですね、そこにアップロードした動画がですね、低評価率85、85%! <laughs> <laughs> かなりの低評価率というところと、あとですね、チャンネル登録者数が全然伸びないと、支える会とかですね、支援してくださる方、ンパしてくださる方、山ほどいたはずなんですけども、なぜかチャンネル登録をしないというですね <laughs>、 不思議な現象が起きていますけども、皆さんですね、このような不思議な現象についてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。 はい。今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。